はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。大きい赤ピッピ様、対馬陽子様、ご支援ありがとうございました。お二人とも何度も何度もご支援いただきまして本当にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動を資金させていただきたいと思います。ちょっと私的に大事件ありまして、やっぱね、10年来の食後の胸焼け、まあスーパーの惣菜の天ぷらなんか食ったら適面で、最近はちょっと悪化してきまして、お茶漬け食っても胸焼け、するということで、とうとう病院に行って相談したら、この薬飲んで治ったら逆流性だからって言われまして、試しに飲み始めた薬がとてもよく効いてですね、1日1回飲めばいい、食前食後関係ないっていう便利な、タケキャブっていう武田薬品が出してるタケキャブって薬なんですけれども、今まで10年間胃薬で使った金は大変なもんだなと思いつつ、今後は胃薬中毒じゃなくてタケキャブ中毒になっちゃうな、依存症になっちゃうな、そういえばですね、武田薬品が作るからタケキャブなの、武田薬品はもっとね、竹がついた薬出したらいいんじゃないかなーって、タケシンとかですね、タケマイシンとかですね、タケファリンとかですね、タケロンとかですね、タケナオールとかですね、何が治んだかちょっとわかんないですけども、武田薬品の薬、ありそうなものをコメントで書いてくれたら嬉しいと思います。みずほ銀行、日銀と金融畑からの、金融バタからの、採用が続く NHK 会長なんですけれども、任期が3年ありまして、で3年間勤めとですね、合計で1億1873万円、手にします。これ年間の報酬がですね、3100万円を3回、あとですね、退職金が2900万円ぐらい出るんでね、年間、年平均で言ったら4000万弱ですね、3年勤めると1億2000万円弱もらえるっていう、連結資産 1.4 兆円超えといい、やはり異常な組織だな、これ子孫に残せませんよね、異常ですよ、連結資産、資産総額1.4 兆円、で半分が、約半分が現金預金、有価証券、もう大金持ちの特徴ですねこれね。維新馬場幹事長、共産党は日本からなくなった方がいい政党、共産党小池晃、民主主義は互いの違いを認めるのが当然の原理だ、馬場氏の発言は民主主義を根本から否定する暴論だ、断じて許すわけにいかない、断固抗議し撤回を求めたい、断じて許してないんだったらば、互いの違いを認めてないのではってちょっと思ったんですけど、同じ日に同じ口で前の文と後の文が矛盾するのは面白いなって思いまして、世論です、消える消えないは民意だと思うけど、でもお前ら共産主義者じゃん、共産党が民主主義を語るか、互いの違いを認める、代表選を提案した党員を除名してましたよね違いを認めないっていう、違う考え認めない、共産党は異論を認めてないだろう、撤回させるのは違いを認めてないから、これは完全に同意、維新に腹が立ちましたかというですね、互いの違いを認め、じゃあなんで除名するの、即ブーメラン、我が拳で顔を殴るがごとしですね、断じて許せない、撤回を求める、言論弾圧発動を許せないって、全然異論認めてないですね、ギャグですかギャグなのって あんたら言ってる、小池晃はギャグ飛ばしてんの、共産が騒げば騒ぐほどですね、維新の宣伝になってしまうんですけど、そこはバカで幼稚なパヨのやることでして、脊髄反射で口答えというパヨ仕草に当たるのかなと、体が勝手にパヨ仕草、どうしてもせざるを得ない、なぜなら脊髄反射だから、口答えするのが、なくなったらいい政党で、これほど言われん、断固抗議、断じて許せない、言われんのか、小池晃にですね、共産党は危険だ、滅ぼすべきだって言ってみたいですね、
反応が見たいんで、口から泡吹いてぶっ倒れたり泣かすと面白いんだけどな、あとはストレスを受けて免疫が低下して風邪をひくであるとかね、大朗報、契約家でフジテレビ会長79歳だって、状況は深刻、緊急事態、強気を崩さなかった経営陣の表現にですね一度驚くという、全社員向けに言ったらしいんですけれどもね、世論嫌なら見るなのフジテレビ、シンプルに番組の質が低い救いようがないなこれな、なんかテロップ入れまぐりで画面見づれっていう話もありまして、なんか芸人がだべってるだけみたいな、楽しくなければテレビじゃないって言ってませんでしたっけ、テレビ局多すぎだからいくつか潰れろ、テレビ自体が終わってるししゃあない、フジでも起こされたぐらいが全盛期だったのでは、まああの頃はね影響力があってそれが変だからこれは大変だっていうことになりまして1万人弱も集まったんですけれども、今は誰もテレビ見てねえからなんか変なこと言っても騒がねえね、デモやられてからずっと落ち目、デモ以降坂道を転げ落ちるように凋落、集落って読みがちなので読み仮名振ってみました。どんぐらい契約化してんのか数字知りたいんですけどね、一昨年だったかの決算は知ってんですけど、決算発表まで、楽しみにしとくかな、NHK にはかなわないですけどフジテレビも数千億円の売り上げあるんですよ、で利益が一昨年だったか4000万ってジョークですかっていうすごい減価率だな、やってもやってももうかんねえなこれ、赤字転落すぐしちゃうな、本当はマイナスなんじゃないの、なんか土地かなんか売ってやっと黒字にしたんだねえの、思いますけれども、10年前のこの地獄絵図はね、こんなやつ、調子こいてたよなこの頃フジテレビって、やりたい放題やってたよな、今のフジテレビを表す予言だったようで、今のフジテレビが地獄絵図と、経営的にね1万人のデモを無視したんだから気の毒ともなんとも思いません、潰れろ、悔しいのはあの時にですねデモを無視しろって指示した経営陣はとっくに退職して逃げ切って、いるであろうこと、悔しいな、当事者が天罰下ってほしかったよな、ジャニーズを徹底追及すれば視聴率取れんのになぜしないっていう投稿ありました、それぞれそうだ、NHK スクランブルデモも報道しろっつの、 NHK ネット聴取反対デモも報道しろっつの、自社商品を自ら毀損すんのは、テレビと新聞だけ、異常者どもですね、車メーカーは自分の車わざと変にしねえだろっていう話、お前らだけだ、テレビと新聞だけ、自分の商品、つまり映像やら文字やらね、それを変に自ら変にしちゃう、ジャニーズは追及しない、 NHK スクランブルデモは報道しない、1万人弱も集まったフジデモもガン無視、全員全局全社でね、異常者ですよね、ツイッター改めエクシートかな、イクシートかな、クシートっていうもう読めるらしいんで、なんて読むんだろうこれ、これねリツイート、ツイッターのツイートだからリツイートって言うんですけど、イクシッターってしないと、まあ、あれなんじゃないかなってね、バカッターって言えないな、もうバカッター、バカッターとか、まあ、ツイッターやる人ツイミンとか言ってたんですけど、イクシミンとかになるんでしょうか、リツイートはどうなんだ、リツイートは、リエクシートになんでしょうか、 URL がツイッターコムのままで、それはそれは変えようがねえのかな、ドメインっていうかサーバーはね、URL は変えようがねえのかな、ツイッターコムのまんま、パヨ界隈が続々と返信欄を閉じてても嘘や間違いを指摘されてしまう新機能のコミュニティノートの餌食になってますけれども、本職は活動家で、たまに沖縄タイムズに記事も書いてるですね、安倍武ってやつがいるんですけれども、公式の意図と違ってネトウヨがコミュニティノートを攻撃手段と使っているのは明らか、ここでまず笑わね、日本のツイッター界はネトウヨが多すぎてどんなアルゴリズムも超越してしまうのかもしれない、なんて
悔しい、なんていうの、これ泣き言言ってましたけれども、何言ってんだこいつって話題になっておりました。あ、よろ、聞いててクソ、あ、聞きましたか。何か不都合でも普通に反証すればいいだけ。クソリプとかネトウヨとかで逃げないで反論すれば大丈夫。こいつ以外にもネトウヨ連呼する記者はたくさんいる。デマを流せなくて悔しいです。民間企業への圧力かな。無料で使わせてもらってて文句かよ。お前ツイッター向いて今までいかに好き勝手嘘を並べてきたかがよくわかる怒り方。腹が立ちましたかってね。アルゴリズムを超越する数だったらそれが圧倒的正常側なんじゃないの。自分が異常ってなんでわかんないんだろう。なんでこいつらってね、あの圧倒的少数の自分らが間違っているとか、異常であるとか変だとかは少しも考えないんだろうか。指摘されたらですね、ソース付きで反論すればいい話で、クソリプがネトウヨが切れ散らかしている場合ではない。一応記者って名乗ってんでしょ、工作員のくせに。工作員が、まあ、記事も書いてるっていう沖縄タイムズなんですけども、一応記者って名乗ってんだったら論理的に反論すべきだよな。やはりこのぐらい愚かでないとパヨなんかやってらんないみたいですね。生きた証、パヨはバカっていうね。私の持論、バカで幼稚だとパヨルの生きたソース。グローバルバカで幼稚だとパイルのグレタさん、罰金刑に処されました。なんか環境デモ中ですね、警察の指示に従わなかったそうで、罰金2万円だって。判決は想定内、法律に沿っていては私たちは世界を救えないなどと自己正当化。つまり法律軽視っていうのかな、法律破るっていうのかな、目的のためには違法行為もやむえないっていうのかな。世論です。テロリスト予備軍思考がまんまテロリスト。お前らのデモでも救えないけど、パヨにテロリストが多い理由が分かったわ。これじゃ多数の理解を得ることは無理だな。ただの犯罪者が偉そうに、まあね、犯罪者ですよね。罰金刑だからね、刑食らってんだから犯罪者ですよね。すっかり環境テロリスト。手段選ばず法律守らずはテロリストの思考ですよね。浅間山荘に立てこもった連中もですね、まあお互いにそんなことを言ってたんでしょうね。世の中を救うためだ、殺人もやむえないかなんか言って言ってたんでしょうね。自分らの革命は法律の上の存在って思い込んでね。だからパヨはですね、バカで幼稚って、思われて言われるんですよ。グレタももう二十歳だって。環境に敏感な子供が希少価値あったんですけど、成人した今は、二十歳になった今はですね、なんかギャーギャー騒ぐ女っていうことになりまして、そんなのはどこにでもいるしいっぱいいるからなかなか目立てませんね。一応有名になったから今後もパヨどもが便利にみこしにすったと思いますけれども、なんか両親が金持ちで働く必要ないらしいんですよね。環境テロに全力で、励めますね。二十歳の今は目立たないけど、クズな人間性が影響してだんだん顔変になっていくよ。今後が見ものですよ。左翼顔ってあるんですよ、左翼顔。爬虫類のようになったり、なんだか深海魚みたいになったり、まあパヨガヨっていうの。昔担当だった公安さんも言っており、10年左翼やってると顔変わるよね。大体顔見りゃ左翼か普通かわがんもんって、言ってました、私に。ですんでね、グレタもう10年後5年後10年後顔がどんなパヨガヨになっていくか。バカで幼稚で、なんつうのかな、わがままで横暴で、まあ嫌な人間っていうことなんですけど、要するに嫌な人間、人間のクズ、のことなんですけど、だんだん女の人も顔に責任持たないとねってなってきますよね。男は50なんだって、女性は40だって。男50になったら人間性が顔に定着するから自分の顔に責任持たないと。私50とっくに越してますけれども、怖いな、お前は人間のクズの顔だななんて言われたら。女性は男より顔の皮膚がですね、4分の1の厚さしかなくて、まあ薄い。男は面の皮が厚い、4倍、女性の4倍。なんで女性の方が顔に出る、人間性が顔に出るのが早くてですね、40、女性は40になったら自分の顔に責任持たないと、とは言われております。医学界、科学界ってね、変なこと言われておりますけれども、
というわけで、8月15日靖国神社正殿参拝、同8月15日懇親会、いずれもメール当院様限定であります。メールご覧になって、そちらの方からちょっとご確認くださって、ご応募ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。